中級2日を思い切り楽しんだ夏でした。9月20日、インスタグラムにそう綴り、一つの動画を投稿した日本テレビの軍司京子アナ33。そこには長野県白馬村の湖で、ボートを漕ぐ軍司アナの姿があった。ライフジャケットを身につけ、短パン姿、美脚を強調した15秒の動画には、綺麗なおみやし、素足爆弾、とファンからの声が溢れた。 9月23日には真っ赤なドレスで佇む姿をインスタに投稿。こちらは胸元ざっくり、この投稿にも、つい目で追いかけたくなってしまう素敵さ、ニュース読んでる時とのギャップに萌え萌えです、とファンが絶賛。文字穴はもともと露出多めの投稿をすることが多かったのですが、ここに来て加速している印象です、と語るのはスポーツ指揮者。その背景には、 軍事アナの新事業が関係しているのではないかと推察する。昨年9月、軍事アナは社内の新規事業企画会議を通してアパレルブランドアウジレ、アウディーレを立ち上げました。今は情報ライブミヤネ屋のニュースコーナーや夜バゲットなど複数のレギュラーを抱えながらアパレル事業のトップとして激務をこなす毎日です。 軍事アナは2020年から新規事業に企画を応募し続けていたそうで、アパレルブランド立ち上げは長年の悲願だったはず。新ブランドを広めるべく、今は自身に注目を集める必要があることを分かっているのでしょう。インスタはその格好のツールとなっています。アウジレの立ち上げに際しては、社内外のメンバーと何時間にもわたるディスカッションを繰り返し、 コンセプトを固めていったという軍事穴だけに思い入れも深いだろう。これからも魅力的な情報発信が続きそうだ。